白雪姫のお母さんは白雪姫を妊娠中に窓辺で裁縫をしている途中で指を針で刺してしまいました。真っ白な雪の上に滴った自分の血を見て、お腹にいる赤ちゃんが血のように真っ赤な唇と雪のように白い肌を持つ美しい子になりますようにと願いました。グリム童話の白雪姫が執筆されたのは1800年代ですが、エリザベス1世が生きた時代、1500年代から1600年代にはすでにこの雪のように白い肌、血のように真っ赤な唇は美しいという美的感覚があったようで、エリザベス1世は肌を白く、唇を赤く見せるのに文字通り命を懸けていました。エリザベス1世は鉛とオスでできたおしろいと、水銀が主成分の口紅、そして水銀を含む化粧落としを日常的に使っていました。エリザベス1世はそれらの化粧品が、ゆっくりと彼女の肌を蝕んでいることを知らなかったんです。エリザベス1世が愛用していたおしろいはこれ。ベネチアンセルースと呼ばれていたもので、白鉛とお酢が主成分でした。お酢も結構入っていたので、おそらくこのおしろいは酸っぱい匂いがしたはずです。エリザベス1世はこの鉛とお酢でできたおしろいを、化粧をするたびに使っていました。鉛は有毒金属で、日常的に皮膚に塗ると、元に戻せないダメージを肌に受けるだけでなく、髪の毛が抜けたり、貧血、頭痛、意識障害などが起こり、最悪の場合死んでしまうこともあります。エリザベス1世は1603年に息を引き取りましたが、鉛による影響もあったと考えられています。しかし彼女の死期を早めたのは鉛入りのおしろいだけではありませんでした。彼女は辰砂と言われる水銀の化合物でできている赤い鉱物からできた口紅も愛用していました。水銀も鉛と同様に有毒金属です。肖像画でも確認できるエリザベス1世の真っ赤な唇は、有毒な水銀で作られた口紅によるものだったんです。鉛、水銀、これらの有毒な金属は、ゆっくりとエリザベス1世の肌を蝕んでいき、彼女の肌をボロボロにしていきました。そんなボロボロの肌を隠すため、エリザベス1世は鉛のおしろいをさらに厚く塗ったので、どんどん状況は悪化していきました。エリザベス1世の化粧は年々厚くなっていき、晩年には 2.5 センチくらいの厚さになっていたそうです。水銀は鉛よりも毒性が強く、水銀中毒の症状は、記憶障害、イライラ、気分が落ち込むなどがあり、エリザベス1世はこれらの症状に死ぬまで悩まされていました。エリザベス1世が生きた時代、1500年代から1600年代は、高貴な女性たちは化粧をしていましたが、毎晩化粧を落とすということはしていませんでした。エリザベス1世も例外ではなく、彼女は何層にも何層にも鉛のおしろいを塗った後、最低1週間はそのまま化粧を落とすことはなかったそうです。1週間顔に塗られたままの鉛や水銀は、ゆっくりと皮膚から体内へ吸収されていきました。そしてやっとエリザベス1世が化粧を落とすとき、彼女が使っていたものは、とんでもないものでした。彼女が使っていた化粧落としは、卵の殻、ミョウバン、そして水銀の混ざったもの。こんなものを使ったら皮膚が傷つき、ますます皮膚は荒れていきます。水銀が含まれるメイク落としは肌を柔らかくすると言われていました。もしかしたら実際、水銀が含まれていたメイク落としは肌を柔らかくしたかもしれません。なぜなら水銀は、まだ生きている皮膚層を剥ぎ取る作用があるのです。肖像画を見てわかる通り、エリザベス1世は子供の頃は白塗りのメイクをしていませんでした。子供だったからというのもありますが、エリザベス1世はこの頃はまだ肌が綺麗だったので、化粧をする必要がなかったんです。1562年10月10日、エリザベス1世は天然痘にかかりました。彼女は高熱に苦しみ、肌にはたくさんの発疹ができました。
天然痘は16世紀から20世紀の初めまで猛威を振るっていた病気で、王族も庶民と同じように天然痘にかかりました。16世紀の天然痘の致死率は 20% から 30%。エリザベス1世も亡くなってしまうのではと心配されましたが、彼女は生き延びました。エリザベス1世は天然痘で死ぬことはありませんでしたが、肌にたくさんの天然痘の跡、いわゆるアバタができてしまいました。まだ20代のエリザベス1世にアバタは辛かったに違いありません。この時代、アバタに悩んでいた人はたくさんいました。エリザベス1世の友達のメアリー・シドニーもアバタに悩み、エリザベス1世と同じ白なまりのおしろいを顔に塗っていました。メアリー・シドニーの夫はこんな言葉を残しています。アバタはできた時から彼女の苦しみになり、そしてそれは残り続ける。アバタに苦しめられていた人は当時たくさんいました。ましてエリザベス1世は女王です。たくさんの人の前に出ることも多く、注目される立場のエリザベス1世は、人一倍アバタを気にしていたことでしょう。エリザベス1世のお父さん、ヘンリー8世が頑なに男児を後取りにすることを希望したことからわかるように、女性が王権を握ることはとても珍しいことでした。男性以上に頑張らないといけない、と気負っていたこともあり、エリザベス1世は自分のアバタが許せず、アバタを隠すためなら何でもしました。エリザベス1世は女王として、外見も中身もパーフェクトであることにこだわっていました。1586年、エリザベス1世の議会へ向けてのスピーチにこうあります。私たちプリンセスは全世界の注目を浴び、舞台に立っています。プリンセスにはたくさんの視線が向けられています。たくさんの人が私たちの行動を見ています。プリンセスの服のシミはすぐに見つけられ、プリンセスの行動の欠点もすぐに見つけられてしまうでしょう。美しいエリザベス1世にこだわったエリザベス1世は、自分の肖像画も美しく描かせるのにこだわりました。気に入らない肖像画は容赦なく破壊していたそうで、画家はエリザベス1世の理想通りに描くスキルが求められました。エリザベス1世の肌は長年の鉛入りのおしろいのせいでボロボロだったはずですが、画家はエリザベス1世を肖像画に描くときは、肌は白く、すべすべにして若く見えるように描きました。例えばこの肖像画は1600年頃に描かれたもので、この時エリザベス1世は60代後半のはずですが、どう見ても60代には見えない見た目をしています。また、この絵やこの絵では、エリザベス1世がザルを持っています。このザルは絵画では処女性を表すことが多く、これらの絵はエリザベス1世が処女であることを表しています。エリザベス1世は誰とも結婚しない処女女王というのを売りにしていたので、画家たちはこのような小道具を持たせたのでしょう。このように画家たちはできるだけエリザベス1世の理想の姿で、でもエリザベス1世だと認識できるような、現実からかけ離れすぎないような絵を描くことに苦心していました。たくさんの肖像画の中で、1575年、エリザベス1世が42歳の時に描かれたこの絵は特に評価が高かったらしく、この肖像画を参考にしたと思われる肖像画は多数存在します。エリザベス1世は鉛のおしろいのせいなのか、水銀の口紅のせいなのか、それともただ単に年のせいなのか、晩年は髪が薄くなり、ウィッグを愛用していたと言われています。完璧にこだわったエリザベス1世は、めったに人前でウィッグを外したりしませんでした。しかし彼女の恋人と噂されていた神官、ロバート・デバルーはエリザベス1世のウィッグを取る姿を見ることがあったようで、彼女の真の姿を見てこう言ったと言われています。彼女の髪のない頭を見て、老いた女性の姿に幻滅した。見た目にこだわり老いを隠そうと必死だったエリザベス1世は、この言葉に深く傷ついたと思います。このこともあってか、ロバート・デバルーは女王と不仲になり、反逆罪を起こし、処刑されています。45年間女王として君臨し、イギリスを黄金期へと導いたエリザベス1世。彼女はとても強い女性でした。
周りが結婚を勧めても独身を貫き、一人で国を治めていました。しかしそんな彼女でも、老化には勝てませんでした。亡くなる1ヶ月前、エリザベス1世は体調が悪かったのにもかかわらず、医者に診てもらうことを拒否し続けました。亡くなる数日前は、エリザベス1世はずっと塞ぎ込んでいました。しかし気分が優れないにもかかわらず、横になることを拒み、15時間も経っていたこともあったそうです。エリザベス1世は一度横になると、もうそのまま目を覚まさなくなるんじゃないかと思っていました。エリザベス1世は次女に自分の体の周りに枕を敷き詰めさせ、体が完全に横にならないようにさせました。1603年3月24日、エリザベス1世は亡くなりました。死因は肺炎だったとも、癌だったとも言われていますが、長年使用していた鉛や水銀の化粧も彼女の死期を早めたと考えられています。もう一つ、彼女の死因の一つと言われているものがあります。それが戴冠指輪。戴冠式の時につける指輪で女王の証です。彼女は人間とは結婚せず、イギリスと結婚したとして、生涯戴冠指輪を外すことはありませんでした。歳をとり、指が太くなってもずっとつけていたので、指輪はだんだんと彼女の指を締め付けていき、亡くなる1日前には、医者に指の切断をしてでも指輪を取ることを勧められています。エリザベス1世は戴冠指輪の締め付けにより指が壊死し、その部分からバイ菌が入り、肺血症になっていたと考えている人もいます。エリザベス1世の遺体はリッチモンド宮殿からウェストミンスター寺院に運ばれ埋葬されています。鉛入りのおしろいなんて今では考えられませんが、鉛の毒が確認されたのは19世紀の初め頃。それまでは普通に使われていました。鉛入りのメイクの歴史は長く、紀元前3500年にはすでに使われていたという記録があります。日本でも鉛が入ったおしろいは使われていて、たくさんの人が鉛中毒に苦しめられてきました。赤ちゃんがおしろいを舐めて、鉛中毒性脳膜炎になって死亡する事故が多発したこともあります。1934年、日本では鉛を使用したおしろいの製造が禁止されましたが、鉛を使用したおしろいの方が白く見えたため、禁止されても需要は高かったそうです。もしエリザベス1世が生きていた頃に、鉛の毒性が分かっていたら、エリザベス1世は鉛入りのおしろいの使用を中止して、もっと長く生きられたでしょうか。見た目も中身も完璧な女王にこだわった彼女は、鉛が使われていない、あまり白くならないおしろいで満足できたでしょうか。毒性が分かっていながらも鉛のおしろいの需要が高かったことを知ると、そんなことを考えてしまいます。ということで今回はエリザベス1世を死に導いたメイクについてでした。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。